光には実は私たちの目に見える可視光線以外に目に見えない赤外線と紫外線が含まれているんです。つまり目には見えてないこの紫外線がシミ、そばかすの原因になったり、また目には見えないこの赤外線が窓際の暑さの原因になったりしているということなんです。そこでおすすめしたいのが住友 3M のスコッチティントウィンドウフィルムマルチレイヤーナノシリーズです。このフィルムは目に見えない赤外線と紫外線はしっかりカットするものの、目に見える可視光線はそのまま通し、ガラスの見え方を大きく変えないという優れもののフィルムなんです。そもそも窓ガラスなんですから、やっぱり明るくて開放感があり眺めがいいようにしたいですよね。では実際にフィルムを貼った時の見え方と暑さを和らげる効果を一緒に見てみましょう。今皆さんはガラス越しに私をご覧いただいていますが、その違いが分かりますか？向かって左からフィルムを貼ってないガラス、次が従来の透明の遮熱フィルムを貼ったガラス、3番目がマルチレイヤーナノ 70S を貼ったガラス、そして一番右も従来から使用されているシルバーの遮熱フィルムを貼ったガラスです。このように従来は遮熱フィルムを貼るとガラスの見え方が変わってしまうのが当たり前でしたが、ナノ 70S はガラスに貼っても本来のガラスの見え方と大きく変わらないことがわかります。でもガラスと同じように見えるナノ 70S が本当に暑さを防げるかって疑問に思いませんか？それではサーモグラフィーで実際にフィルムの効果を見てみましょう。これは窓際に置いた机に花瓶を置いたところをサーモグラフィーで撮影した画像です。ナノ 70S を貼ったガラスでは窓際の温度が大幅に下がっています。実際季節にもよりますが、ナノ 70S を貼るだけで10度から15度程度机の温度上昇を抑えることができるんです。さらに面白いことには、ナノ 70S の性能は今までガラスやフィルムで指標とされていた遮蔽係数という指標では実際の性能をきちんと表現できないんです。つまり透明タイプのフィルムとナノ 70S は遮蔽係数がほぼ同じなのに、日射量という太陽の熱エネルギーを実際に測定してみると、ナノ 70S では従来の透明タイプのフィルムよりも 20% も低いんです。つまりナノ 70S はカタログに出ている遮蔽係数以上の遮熱性能があるということなんです。でもサーモグラフィーで見ると机の温度が一番低いのは4番目のシルバーフィルムですよね。そうなんです、シルバーフィルムの方が暑さを和らげる効果は大きいんです。ですから見た目は気にしないから、とにかく暑さを和らげたい、省エネしたい、そんな方は従来からあるシルバーフィルムを選んで使っていただければいいわけですね。さらにこのフィルムは地震などの災害によりガラスが破損した場合でも破片が飛散するのを防いでくれるため、大規模地震の際も家族を怪我から守ってくれます。ナノ 70S って本当に面白い、とても画期的な製品なんですね。このナノ 70S の本当の実力をきちんとご理解いただくために、住友 3M では2009年7月から毎日紫外線、赤外線、日射量、各種温度などを測定し、データを蓄積し、そのありのままのデータをホームページ上で皆様に公開しています。西日が窓越しに差し込む13時から16時半であればリアルタイムにその状況がご覧いただけますので、どうぞこちらもチェックしてみてください。皆さんいかがでしたか？地球環境の保護は私たち一人一人が考えていかなければならない問題です。住友 3M のウィンドウフィルムで省エネしながら安全で快適なお部屋を作りませんか？